皆さんこんにちは。これは今日はプーケット何島ですか？ピピドン島です。ピピドン島というところ、今日はあの島をずっと渡り歩いてきました。歩いてはない、ボートで揺られて激しい波に揺られてようやくやってまいりました。これ半日コースかな、はい、半日コース。もうね、これショートコースだけど素晴らしいですよ。これそれで、こう骨盤がバン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 ってなるぐらい痛かったけどね、来て精一杯でした。みんなだいぶ疲れてます。この後帰りがまだ1時間ほどあるという。これはこれ何、あ、これ全然飛んでるんかな。電波はいけてるんやね。いけてる、綺麗に撮れてるみたいなので。撮れてない、撮れてない、視聴中になってるけど、ライブになってるってことは見れてるよね。綺麗に、でも綺麗に見えない、ね、多分ね、電波が弱いと思うんで、綺麗には見えないと思いますけど、このじゃあちょっとだけせっかくなんで、はい、感じですよっていうところ。よくなんか映画のシーンで使われるような場所らしいですということです。僕はよく詳しく分かりませんけども、とにかく今日は人生初のスキューバーダイビングをやってまいりました。こちらはプーケット時間は今夕方の4時前です。はい、ということで、かなり温度もですね、真夏並み32度以上、もうカンカンに日が照ってです、日焼けクリームを塗りましたけども、ヒリヒリしてます。こんな状況のプーケットからお送りしますということです。はい、これはどう映ってるかわからないから、まあとにかく、はい、この後ちょっとまた戻りますのでね、かなり波、今日はビッグウェーブです。はい、ということで、みんな映ってんやと行くよ。みんなね、結構ね、波に打たれてね、ちょっと暗いから、いけてる？今日は仕事できてますんでね、はい、今回は仕事できてますから、まあ、ちょっと観光も兼ねての仕事できてますね、はい、ということで、プーケットの旅3日目、早いもんですね。もう3日目です、はい、あれ3日目、あ、そうか、3日目ね、はい、また今日はそのバー付きプールでまた泳いで、バー付きプールバー付きプールって言ってしまった。プールにバーがついてる、バー付きや、バー付きプールや、プール付きバー、プール付きバーとちゃうやん、バーにバー付きプール、バー付きプールや、そういう一緒意味一緒、日本で言うと温泉で浸かりながら日本酒飲むようなね、それがもう店がちゃんとそのね、プールの中にあるというね、すごいですよ、半端でないすごい感じのところです。はい、ということで、今日もご覧の皆さんありがとうございます。もうかなり日焼けして熱々です。ということで、はい、今日本時間でいうと多分夕方6時ぐらいになってると思うんで、はい、まだこっちはプーケットも真夏並みのこの灼熱の太陽が差し込んでまして、もうヒリヒリ状態でございます。ということで、この後、また1時間かけて高速、あれ何、高速船に乗って高速船、いわゆるクルーザーというですね、クルーザーっぽいものに乗って、戻ってまいります、まあ、結構1時間かけるってことは相当来てますからね。はい、ということで今日の旅の模様をお届けしました。それでは皆さん、ごきげんよう。またお会いしましょう。